ワクフバンクスポルクリュービューは、トルコイスタンブールを本拠地とする女子、バレーボールクラブであり、世界クラブ選手権で、歴代最多3回の優勝を誇る。1986年創設。1999年に、保険業のギネシュスイゴルタに、トルコアクフラルバンカススポーツクラブが合併して、ワクフバンクギネシュスイゴルタができた。 欧州チャンピオンズリーグでは1998年と1999年に、12優勝、2010から2011年、2012から2013年シーズンは、優勝した2009から2010年シーズンより、ワクフバンクギュネッシュスイゴルタが合併して、ワクフバンクギュネッシュスイゴルタトゥルクテレコムと長い名前になった。セブが主催する大会では、チーム名が長すぎるため、 VGST テレコム、イスタンブールなどと表記された。2011から2012年シーズンからは、ギネッシュ・スイゴルタが撤退し、現在のチーム名に変更された。2012から2013年シーズンからは、トゥルクテレコムが撤退し、ワクフバンクがチーム名になった。2012年10月、全日本女子バレー代表のエース、木村沙織選手が加入した。 ありがとうございます。